やっぱりシャーレを掲げたいってめちゃくちゃ言うとこも言ってて、めちゃくちゃ気持ちいいですよっていうことは言うとこにも伝えたし、そのためにはやっぱもっと頑張んないといけないよねっていう話も言うとくんともしてるんで、そのために僕は結果を出すしかないと思ってるし、出すためにファミリー感だったり、まあ、最後の1秒まで諦めないっていう、まあ、FC 東京が大切にしてるところ、そういったところを表現していって、もう30歳ですから、またこっから、まあ、次のワールドカップもあると思うし、そこを目指してやっぱりプロサッカー選手はやっていかないといけないので、また代表に戻れるように FC 東京で結果を出し続けたいと思います。